8月12日に行われた、ドジャースとパイレーズの最終戦で、大谷翔平は、6打席中1安打しか打てず、不本意な結果に終わった。第6回の第4打席で、今シーズン初の3塁打を放ったが、大谷は、得点機会を活かすことができなかった。この試合では、パイレーズのサワンとシュベリー・ファルターが登板した。大谷は以前、6月6日に、ファルターと対戦し、3打数1安打を記録した。しかし、今回の再戦では、第1打席で相手の守備に阻まれ、 得点には繋がらなかった。第2打席と第3打席ではチームメイトが得点圏にいる状況であったが、高飛球を打ち上げてしまい、得点には至らなかった。これにより、大谷は貴重な得点機会を失ってしまった。第6回の第4打席で、大谷は相手の3番手投手から時速135.8キロのカットボールを捉え、素早く3塁へと進んだ。これは、大谷にとって今季5本目の3塁打であり、10打席ぶりの安打となった。 しかし、5打席目では、世界最速の投手アロルディス・チャップマンとの対戦で、大谷はセンターフライに終わった。延長10回では、得点機会と勝利をもたらす絶好の場面で、大谷は再びフライアウトに終わり、スタジアム全体が落胆した。この試合後、大谷の打率は、約4ヶ月ぶりに3割を切り、現在は29.8%となっている。また、彼は打率トップの座を失い、ブレイブスの大ズに35本の本塁打で並ばれた。 アリーグのアーロン・ジャッジは42本の本塁打で首位に立ち、大谷との差を7本に広げている。野球指標に特化したウェブサイトが、大谷の成績に関する暫定統計を発表した。具体的には、今日の試合で4打席凡退したことで、大谷の得点圏打率は23.1%にまで低下し、ナショナルリーグでは16位、MLB 全体では27位にランクインしたと記されている。さらに、大谷は得点圏でわずか2本の本塁打を記録しており、 そのうち一本はスリーラン本塁打だ。二塁走者がいる場合の得点圏打率は10.8%、満塁時の得点圏打率は14.3%であると述べている。もし大谷の得点圏打率が約30%だった場合、彼は簡単に100打点に到達し、三冠大争いで首位に立つだろうとも書かれている。それでもドジャースは T ヘルナンデスの決定的な一打で6対5の劇的な勝利を収め、チームにとって3連勝となった。 ロバース監督は、大谷の現状について、彼は重要な場面で球を捉えることに問題を抱えているとコメントした。監督は、大谷のスイングは、必要以上に大きく、外野フライや空振りが多いのは、力を入れすぎている証拠だと指摘した。ジャッジもまた、この点について言及したことがある。ジャッジ曰く、大谷のような体格とパワーを持っていれば、大きなスイングは必要ない。時には強いスイングも必要だが、ロバース監督が言うように、初動を調整することが重要である。 ジャッジもこの点を強調している。ゴルフやハンマー投げのような大きな動きが要求されるスポーツでは、初動の正確さが重要である。大谷も自身のスイングスピードにこだわりを持っており、これは彼がラックスやアウトマンに対してアドバイスしたことからもわかる。しかし、これにより、スイングの正確さを書き、バットの回転速度が遅れることもある。最近、ロバース監督は、大谷に対して彼のバッティングの弱点を指摘したことがある。 監督は、大谷は内角高めを意識しすぎると、重心がかかと寄りになり、外角球に対応するのが難しくなると話した。無理に内角高めを打とうとしない方が良いと思う。今は、真ん中の球でもミスしていると指摘した。大谷がこの時期にこのような状況に陥った理由について尋ねられた際、ロバース監督は率直に、それは理解しがたく、説明が難しいと述べました。ファンの一人は、大谷選手は、得点圏でのプレッシャーにより、 心理的に苦しんでいる可能性があります。彼は緊張してリラックスできず、正確なスイングができていないようですとコメントしています。得点圏での優れた選手は、通常、自信を持ち、過断なプレーを見せます。おそらく、大谷選手には、監督からの励ましや、ベッツ選手の復帰が、再び自信を取り戻すために必要でしょう。 インタビューで、ロバース監督は、大谷選手のホームランの多くが、無走者の状態で放たれているため、得点機会が少ないことについて、メディアから質問を受けました。ロバース監督は、大谷は常に正しいことをしたいと思っており、走者がいる時に得点を狙っていますが、彼にはスイングをもう少しコンパクトにして、より効果的な結果を出してほしいと答えました。監督の指摘通り、大谷は試合で多くのチャンスを持っていたが、 彼は状況に応じてスイングを調整していないように見えます。彼は常に長打を狙っており、時には反対方向に打つだけで十分な場面でもそうしています。調子が悪い時、大谷はしばしば悪い球を打つ傾向があり、それがミスショットや相手に防がれる原因となっています。多くのファンが大谷のボンダの質や得点圏での打率の低さ、犠牲フライの少なさについて懸念しています。 一部の専門家は、大谷が状況に応じたスイングの調整方法を学ぶべきだと提言しています。野球専門サイトの記者は、大谷は状況に関係なく、自分のやりたいように打ちたがっているようです。バントヒットをする時でさえ、それはチームの戦略ではなく、彼自身の意思によるものですと述べています。エンゼルスとは異なり、ドジャースはリーグ優勝やワールドシリーズを目指すチームです。大谷が強打を狙うのも理解できることです。 しかし、状況に応じた打撃スタイルを調整しなければ、チームに貢献できないだけでなく、例年通りシーズン後半に調子を崩す可能性もあります。多くのファンが、大谷に休養を与えて、調子を取り戻すようにドジャースに呼びかけています。ファンの一人は、8月中に、大谷選手が、1、2回休む必要があると思いますと述べています。 大谷選手の人気を考えると、チームにとって休ませるのは難しいことだと理解していますが、準備不足のまま出場し続ければ、結果は良くならないでしょう。大谷選手は、ほぼ毎試合出場しており、間違いなく疲労とプレッシャーを感じているはずです。高額な年俸にもかかわらず、大谷選手に責任とプレッシャーを背負わせるのは厳しいことです。重要なのは、9月末の重要な試合で、最高のパフォーマンスを発揮できるようにすることです。 実際、長期にわたる疲労や精神的な問題のせいで、大谷選手が最近自信を失っているのは明らかです。したがって、大谷選手は必要に応じて休養を取り、チームは彼を適切に活用するべきです。この8月、大谷選手は3本のホームランを放ちましたが、月初めの8試合での打率は、わずか0.182と、心配な数字です。彼の打率は、4月5日以来、初めて0.300を下回り、この成績は、 以前には見られなかったものです。これは、大谷選手が安定したパフォーマンスを維持するのに苦労していることを示しており、スイングの調整が必要であることを意味しています。しかし、ファンはロバーツ監督の指導と、彼自身の調整力により、大谷選手がすぐにベストの状態を取り戻すことを信じています。全体的に見て、ロバーツ監督は、大谷選手の現在の状態が、ドジャースチームとファンにとって、懸念材料であると認識しています。 以前のようなパフォーマンスを維持できなくなったことに加え、オズナやジャッジなどのライバルたちの強力な競争が、大谷選手に大きなプレッシャーをかけています。大谷選手がトップの地位を取り戻し、打率を改善するためには、技術と戦術を見直し、重要な場面でのメンタルを保つ必要があります。それにもかかわらず、ロバース監督は、大谷選手の能力について楽観的であり、彼がスイングを改善すれば、この困難な時期を乗り越えられると信じています。 これにはチームメイトからの支援やチーム全体の戦術の調整が必要であり、大谷選手の能力を最大限に発揮させることが求められます。優勝争いがますます激化する中で、大谷選手が最高の状態に戻ることが、ドジャースが今シーズンの目標を達成するための決定的な要素となるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、 チャンネル登録よろしくお願いします。